はい、皆さんこんにちは。小学4年生の三国からやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、割り算の続きになります。今回は三桁が出てきました。三桁ある2桁ですね。さあ、どうやってやるのかなってことなんですが、13÷15っていう2桁同士まずできませんよね。こういう形でですね、13÷15を出したとき無理ですよね。そしたらば、もう135÷15しかないんですよ。じゃあどうやったらいいんですかっていうと、そういう時は一番右端にね、一桁で一番大きな数字である9をまず持ってきてください。で、9÷5、9÷1が9で13で、お、割り切りました。こんな形で1回で終わります。で、次も同じ、25÷20できませんね。できないんで、253÷27をやるんだけど、一番右側に9を持ってきてください。とにかく大きな数字をまず持ってきます。で、9÷7÷63で9÷8で24で、ここは余りが10と出ます。余りが出ても割る数よりも小さければ、あとは計算合ってれば大丈夫ですので、こういう形ですね。はい、じゃあ同じ形で19÷13できないから133÷19やります。じゃあ9ですかっていうふうにいくんだけど、はい、9÷81、9÷19、全然大きいね。というわけで、こういう時がありますので、こういう時は1個ずつ減らしていってください。じゃあ次、8÷8、8÷12、8÷1が8で、いやまだ大きいね、15だからね、152になっちゃうね。じゃあ7、7÷6、13、7÷1が7で13、お、割れましたということで、こういう風に1個ずつ減らしてやっていきます。はい、で4番は384÷22で、38÷22ができますね。できるんで、8の上に3÷2だから1を持ってきてもらって、22っていう形ですね。38÷22は前にやってないよと同じですからね。こういう形で、持ってきてもらうといいでしょう。はい、そうすると、8から2引いて6、3から2引いて1で4で164が出ます。はい、164も22で割りますんで、16÷2をやるつもりでやってください。16÷2ですね。そうすると8持ってきたいんだけど、8だと超えちゃうので、7、7÷14、7÷14、15、いいですね。余りが10、17÷10、こういう感じですね。はい、90÷41です。つまり9÷4だから2を持ってくるときに、21÷2、21÷8で、82って出るんだけど、今出ました、82って。だからもう一回2を持ってきてもらって割り切れるって、こんな形で持ってくるんですね。はい、そして560÷34なんですが、やはり56÷34、5÷3だから1ですね。34を持ってきてもらって2で2で0ですね。はい、22÷3ですから3721、そうすると4728でした。ああ、超えちゃいますね。ということで、6いきましょう。6424、6318、1920ですね。はい、そうすると1になって、なんか7ミスずれたね。よいしょ。10から4に引いて6で1、16。ね。ということで、16、余り16。ね。こんな形の割り算をやっていきました。ぜひとも皆さんも繰り返し割り算を、とにかく計算をね、繰り返しやらないことにはうまくなりませんので、ぜひともね、繰り返し、同じ問題でもいいですから、やってみてください。では、この後ちょっと国語に移りますね。一旦場面変わります。はい、チェンジです。はい、ではですね、やっていきたいと思います。こちらの方なんですけど、都道府県名に用いる漢字ということで、46から47ページね、ぜひともチェックをよろしくお願いいたします。さあ、もう一度ね、漢字書いていきましょう。まあ一度何かノートとかに書いてからね、この動画見ていただいても構いませんのでね、ぜひ、一回止めてもらってもいいですからね、ぜひやってみてください。さて、ではまず福島から参りたいと思いますね。さあ、福島、こちらですね。はい、続けて千葉、こちらですね。はい、そして高知、はい、そして三重、はい、そして和歌山、香川、都道府県の中で一番面積がちっちゃい県ですね。はい、そして山形、岩手、はい、北海道、
形でね、ここまでの確認してみてください。ちょっと今日は漢字のね、書き読みばかりだったんですけれども、こんな形でですね、ぜひとも皆さんも都道府県で書けるように、よーく練習しておいてもらいたいと思います。はい、では本日ここまでとなりますね、皆さんまた次回お待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではまた、じゃあね。